うわどっちかな。うわ聞き化粧水やってみました。ちょお手紙がある。羽生さん、雪肌精には3種類の化粧水があることをご存知でしたか？はい、存じております。今日は3種類の雪肌精で利き化粧水をしていただきます。ほう。3種類を当てて一番好きな雪肌精を見つけてください。勝負事は基本的にかなり強い気持ちを持っているので当てます。じゃあちょっと匂い嗅いでみようと思います。うん、すごくいい香りですね。この香りはあれだな。お、うん、匂いがしない。無臭かな。さらっとしつつもでもまろやかな感じがしますね。あ、圧倒的にさらっとしてる。こっちの方がこの感じはあれあれ、ちょっと意外と分かんないぞ。うわ難しい。スケートのことだったらいくらでもできるんですけどね、こういうの。うわよし、もう一回やろう。ちょっと待って、特徴だけで考えちゃいけないかもしれない。自分の記憶をたどった方がいいかもしれないな。多分 A と C が分かってはいると思うんですけど自信がないっていう。本当にいいのか、本当にいいのか。きっといける。いける。決めました。 A は雪肌精クリアウェルネスナチュラルドリップ、そして B は雪肌精クリアウェルネスのピュアコンク SS、 そして C が薬用雪肌精だと思います。多分自信がないけどどうだろう。あ、うわわやったー。あ、めっちゃ嬉しい。うわめっちゃ嬉しい。これテンション上げてくださいって言われてるけど本当にテンション上がりますね。これピュアコンクのこのクリアな感じというか、すごくスッて入っていく感じというか、とても好きなので分かってよかったです。今日仕事終わった感がすごい。サンプルセットプレゼント中。あなたも好きな雪肌精を見つけてね。